ISU-122、または j s u 1 2 2は、IS、IZ-2 のシャーシを利用し、当初 A-19122mm カノン法、後には DE-25T122mm 分断砲を、生産の終了する SU-152 自走砲の後継である ISU-152 自走砲の152、 ミリメートル銃弾砲 ML-20 の方針の生産が遅れていたため、砲と砲弾の供給に余裕があり、同型の砲画を用いる122ミリメ、mm、ートル A-19 を代わりに搭載したものである。回転砲塔式の戦車よりも大口径の手法を搭載できる固定戦闘室型自走砲にもかかわらず、車体の流用元であるイナス2と同じ手法を搭載していることは、 一見無意味なようではあるが、生産力を効率的に活用できること、また、戦車兵よりも、自走砲兵の方が、訓練期間が短くて済む、という利点もあり、いずれにせよ早急な戦力化を求めて、1943年12月より、量産が開始された。本社の前期型は、砲本体を除けば、ISU-152 自走砲とはほとんど同じ、車両である。 生産数は、対戦中に ISU-152 と合わせて約4075両。戦後に ISU-122 と改良型である ISU-122S の生産は一旦終了したが、1947年から1952年に約3130両の ISU-122S が追加生産された。ISU-122 は、 同じシャーシのイズ -2 0戦車の手法と同じ弾薬を用いており、その威力は同等であった。旋回砲塔より大口径の方が搭載できるケースメイト式戦闘室に同クラスの方を搭載したのは、開発当時の戦車型は 85mm 砲搭載のイズ -1 であり、また戦術のように 152mm 砲の不足で、十字装砲の生産が遅延することを避けるためで、 国防委員会の指示によるものであった。オブジェクト242として1943年に試作された本社は採用され、同年12月に ISU-152 と共にまず35両が生産された。そして1944年2月には ISU-152 と同様に軍、または 方面軍直轄の独立十字総砲連隊に21両ずつ配備され、同年末からは戦車軍直轄の特別機械化砲兵両団に65両ずつが配備された。ISU-152 と122は終戦までにこれら53の部隊に編成された。十字総砲連隊は1944年夏のバグラチオン作戦から本格的に投入され、 ケーニヒスベルクやベルリンのような市街戦でも威力を発揮している。ソ連軍以外では、対戦中にポーランド人民軍が本社を ISU-152 と共に供与され、戦後も運用している。ISU-122 は特に駆逐戦車として開発された車両ではなかったが、ISU-152 に比べ方の発射速度や方向初速で勝り、 より対戦車戦闘に向いていたため、敵戦車の反撃が予想される地点に優先的に配備された。しかし段格ら式の兵鎖機を持つ野戦砲をそのまま搭載したため発射速度はまだ遅く、兵鎖機を鎖戦式に変更した DT-25T に換装した ISU-122S が1944年8月から従来型と並行生産された。 この砲の発射速度は、毎分1.5から2発だったものが3から4発に、向上した。ISU-122S は当初は、ISU-152、122と同じ棒立てを装備していたが、あと2棒立ては SU-85、100と似た、独自の球形のものに変更されている。ISU-122 は -152 に、比べて、 手砲の弾速が速く低身性に優れており、対戦車戦闘能力が高かったため、1944年には、さらに方向傾聴があり、対戦車戦闘能力の高い、新開発の6 0由合 122mmBL-7 超方針カノン砲に変更した ISU-122BM も開発されたが、試作のみに終わった。後に、 十字層法の手法を 152mm に一本化することが決定し、多数の ISU-122 が余剰となった。これらは手法が撤去され、その穴を塞いで戦車回収車 ISU-T となった。これは損傷戦車を牽引するだけで特殊な回収機材を持たぬ車両であったが、1959年にドイツのベルギパンターなどを参考にして、 大型ウィンチや作業用プラットフォームを持つ BTT-1 に発展した。また1960年代には溶接作業などに用いるための発電機を搭載した BTT-1T に改修された。ありがとうございます。